キャニオン本社キャニオンバイセキルズ GMBH 略称キャニオンはドイツコブレンツに本社を置くロードバイクマウンテンバイクトライアスロンなどの競技用自転車を製造する総合自転車メーカーである1985年ロマン・アーノルドと彼の兄弟であるフラン・アーノルドがラドスポート・アーノルド GMBH として競技用の自転車パーツ販売を開始した キャニオンというブランド名が登場するのは1996年以降である。ラドスポート・アーノルド・ GMBH はインターネットを介したダイレクトセールス戦略も採用していた。2001年、ラドスポート・アーノルド・ GMBH は自転車本体の製造販売へ業態を移行し、その名称をキャニオン・バイシケルズ・ GMBH へと改めた。その際、ベアーグベクボテックに勤務していた。 ラッツ・シェイファーをフレームデザイナーとして雇用した。数年後、ドイツ・コブレンツに拠点を移し、別の自転車メーカーのエキスパートを務めていた、ハンス・クラスタイアン・スモーリックを雇うことになる。2006年、キャニオンは、後の2007年に、いくつかの賞を獲得することとなる、新たな企業デザインを公開している。ラドスポート・アーノルドは、企業当初から競技としての自転車に関わってきた。 1985年、コブレンツに拠点を置いたラドスポートアーノルドは、ユルゲン z c k と契約し、最初の成功を収めている。ロードレースの分野において、キャニオンは様々なチームと協調している。2007年には、UCI プロツアーに参戦していた unibet.com と最初の提携を結んだ。最近では、 カツとモービスターがそれぞれキャニオンのロードバイクを使用している。これまでの最も価値ある実績としては2014年にジロ・ディ・イタリアで総合優勝を果たしたナイロ・クインターナがロードステージではアルティメット CF ・ SLX タイムトライアルではスピードマックス CF ・ SL を使用している。その他キャニオンの実績としてはコデル・エバンズがサイレンス ロットチームで達成した2009年ワールドプロフェッショナルロードレースチャンピオンシップアレクサンドル・クリストフのザ2014年ツアーでフランスでの2つのステージ優勝ヤン・フローズンの2015年ザイロンマンヨーロピアンチャンピオンシップインフランクフルトとザイロンマンワールドチャンピオンシップインハワイでの勝利が挙げられるまた2015年の8月にはスポーツ指導主任として ロニーロックとベスデューリーが務めていたかつてのバロスよ SRM プロサイクリングをキャニオンが2016年から新しい女子サイクリングのトップチームとしてスポンサーすることを発表したこのブランドはトライアスロン選手やロードレース選手だけでなくマウンテンバイクの選手も支援している2005年プロジェクト3.7当時最軽量 総重量 3.7kg のロードバイク2006年プロジェクト 6.8UCI プロツアーで認可されたディスクブレーキ搭載の最軽量ロードバイク2007年プロジェクト0.05ブレーキをフレーム内部に統合ハンドルバーにドリンク供給システムを搭載することで空気抵抗を極限まで減少させたトライアスロン用バイクパート I ゼネラルオーガニゼーションオブサイクリングアズ エスポーツ、p 六十六二千十七年三月二十八日、閲覧。二千八年プロジェクト0 0一フルサスペンションロードバイク。AA レーシングバイクウィズフルサスペンション、ウィッチサンクスツーザハイレベルズオブコンフォート、ラリーブスザプレッシャーオンザライダー、エスマッスルズデューリングマキシマムエフォート。2009年、プロジェクト S5、初めてのマウンテンバイクプロジェクトは、 重量 12kg 以下のフリーライド用バイクだった。It was intended for rise in the high mountains where t h e ク are ズ longer, carrying sections and difficult descents. スイスではキャニオンというブランド名がすでに別の自転車メーカーで使用されていたため一時期までピュアサイクリングと呼ばれていた。の導入前者 IT インフラのキャニオンは苦労して2015年により甚大な損失の 評判は、どのように問題のサービス供給部門の不足による、スペアパーツです。広くて批判する、お客様の印象会社の、主な興味の販売商品の提供を行わずに、十分な顧客サービスです。創業者、CEO キャニオン最近公表された、サービスがう、 http://www.bike-magazin.de-mtb, ニュースステーネニュースリーァーバーズ・イーガーン・バイ・キャニオンアップデート ,A3623HTML の適正をお知らせです。ありがとうございます。